いらっしゃいませ、貧乏人さん。地獄の入り口へようこそ。ここはモデラー界隈のバスへの地。40代後半から50代の死に損ないのおっさんモデラーが最終的にたどり着く、現世と冥界の境目と言われているチャンネルよ。ってな感じで今回も貧乏飯をぶちかますわ。4月から電気料金が大幅に値上がりするなど、様々なものの値上げが続いている状況下では、もともと貧乏なモデラー界隈が危機に瀕するのは間違いないわね。今回は、卵と砂糖を混ぜた溶き卵をパンにつけて食べるという伝説の食べ物よ。パタリロからの引用によれば、焼かないフレンチトースト、じいさま連中に言わせれば、ジャムが一般的に流通してなかった頃は、砂糖、水や蜂蜜、卵など、手軽に入手できたものをつけてパンを食べていたので、少なくとも戦前からあったそうなのよ。今でも食パンを七輪で焼くじいさんばあさんいるからね。最近でも、金のないアニメーターや底辺の学生なんかが食べてるそうよ。パンの身にも争奪戦が激しいようだし辛いわね。適当な容器に卵と砂糖を入れ、よくかき混ぜて溶き卵を作ります。卵は新鮮なもの限定よ。古い卵を使うとえらいことになるわよ。食パンを半分に切ります。オーブントースターで焦げ目がつくまで食パンを焼きます。貧乏飯食ってる連中の買うパンなんかやばいやつに決まっているから消毒しなさい。これで完成よ。ぶっちゃけこの食べ方ができれば貧乏でも生きていけるわ。ちなみに基本的に生卵が食べられるのは病的なほどの安全管理を誇る日本だけよ。海外で卵を生で食べたら食中毒を起こす危険があるので念のため。いい例としては1976年公開の映画ロッキーでシルベスター・スタローン演じるロッキーが猛特訓中に生卵をコップで飲むという場面があるのだけども、欧米で加熱処理していない生卵を食べるのははっきり言ってバカなので、貧乏なので生卵を飲むしかなく、生活するにも命がけ、そんなリスクも承知の上で試合に挑むタフガイなボクサーを表現するための演出だったのが、根性がある、試合前だから気合が入っている、かっこいいとか言って日本人が真似したというと頬な逸話があるのよね。ウプ主もアメリカ出身の仲間とすき焼き食べた時に、俺を殺す気か。なんて言われるまでは知らなかったし、今も変わらず勘違いしているやつなんていそうよね。ではまた地獄で会いましょう。姉ちゃんもタコ食べるのだ。腹症だわ。やむやむやむ。